永瀬智也さんがなんか相棒の5代目相棒に急浮上ということで本当なんですかね。これはないでしょ。ないと思いますよね。これどこに書いてるんですかこれ。なんか一部女性誌が書いてて。どこにしたっけ一部女性誌これ。浦田さんこれ分かります。なんかどっかの女性誌らしいんですけど、そうそう。でそれをまた別の雑誌が否定してるんですよ、ね。これね、私がちょっと、ね、番組で喋ったことがあるのかな。いろんな相棒のこれまでの、これまでので今上がってるのは、うん、谷原章介さんとか、あ、そうですね。今なんか一応福士蒼汰さんなんか結構有力されてますよね。で永瀬智也さんとかって喋ったことあるんですけど、うん、もうファンがなんか推してるみたいなことをね、うん、佐々木さんが永瀬智也って言ったから言ったからなのかなと思って。なそれなんで永瀬智也って名前を出したの。なんとなく新元地じゃない、新元地じゃな なくてそれが誠しやかになんかネットの書き込みであったんですよ。あそういうの、いやだから記事、その記事で僕もちゃんと読んでないんですけど、記事によると、うん、まあ、奈良さんのスケジュールが取りやすい今、うん、まあ、他の仕事してないから、うん、でまあ水谷さんともなんか過去に仕事してるとかね、まあ、結構なんか相性がいいというか。いやでもないでしょう、裏方になりますっていうとやめになって、ねね、でも確か奈良さんって最近4月のなんか末ぐらいにラジオかなんか出たんですよね。なんか DJ さんかなんかどっか DJ のお知り合いのなんかラジオかなんか久しぶりに出てなんか元気そうなことを喋ってたんですけど、相変わらずでも見えないですね。見えないですね、活動がね。でもやっぱりね、活躍してほしいっていう人がいるんで、まあまあファンもね。そうですね。でも彼は多分ね、お芝居ではなくて音楽、まあもともとねミュージシャン志向強い、やりたいんじゃないですかね。